いらっしゃいませ。読書書友のライブラリーチャンネルへようこそ。今回は電子書籍と紙の本どっちがいいのかを解説していきます。どちらを読もうかどちらを買おうか悩んでる人におすすめの動画なので、ぜひ最後まで見ていってください。まずは紙の本のメリットとデメリットをお話ししていきます。紙の本のメリット、一つ目は読了後の満足感があることです。これだけ分厚いものを、まあ何日間か、か、まあ数時間で読み上げる人もいると思うんですが、読み終わるのでかなり満足感があり、さらにこう置いておけるのでコレクション欲も満たせるかと思います。二つ目は脳への定着率が高いことです。これはスマホのという新書にも書かれていたのですが、紙の本とデジタルデバイスどちらのもので読んだ方が定着率が高かったかというと、圧倒的に紙の本だそうです。デジタルデバイスやスマホだとどうしても脳が覚えなくていい、この機械が代わりに覚えてくれるという思考に行ってしまって脳が怠けてしまうそうなんですね。なのでこちらの方が圧倒的に記憶の定着率がいいです。3つ目は、先ほどの定着率と若干近いかもしれないんですけれども、付箋を貼ったりパラパラと見てここだったなって自分で記憶しておくこと、記録しておくことがアナログでできます。なので読んでいてこのシーンが読みたいとか、例えば実用書だったらこの部分が読みたいときにすぐに指で探してあそこを開けることができます。ここまで話していてとてもいいんですが、紙の本はデメリットもあります。紙のデメリット、一つ目は、本なので物なのでこんな感じで結構場所を取ってしまうということです。まあ、引っ越しの多い人だったりとかミニマリストの方はちょっと嫌かなと思います。2つ目、濡らしてしまったり破損、汚損してしまう可能性がある。これコレクターの人とかすごく、まあ、私もですけど悲しくなるんですけれども、どうしても日焼けをしてしまったり、上が何か飲みながら読んでいて汚してしまったりってなった場合、紙だと元に戻すことができません。修理することは可能ですが、どうしても完璧に戻すっていうことがなかなか難しいんですね。なのでこれがデメリットではないでしょうか。それらの、まあ、デメリット、紙のデメリットを解消するために、まあ、物を持ちたくないミニマリストだという人たちは大体図書館を利用しているようです。この図書館っていうのは、まあ、レファレンスで好きな本を探してもらったり、リクエストができたり、他館から取り寄せが可能だったりするので、ぜひガンガン使って紙の本の良さを堪能してください。ただ図書館は借りたら返さなければならないので、そういう場合はぜひ読書ノートを使って記録するようにしてみてください。読書ノートや図書館の使い方については別の動画で出しているので、そちらもぜひご覧ください。概要欄の方に貼っておきます。では次、電子書籍のメリット、デメリットをお話しします。私が今使っているのは Kindle のデバイスで、 Kindle ホワイトペーパー、確か8だったかな、の画面が一番大きいタイプを買っています。と言っても文庫本よりちょっと大きいサイズぐらいなので、まあそんなに持ちにくいわけではありません。メリットとしてはこの薄さと軽さですね。大きい単行本と同じぐらいなので、これで何冊も運べるって思うとかなりのメリットではないでしょうか。とそれからメリット2つ目は、これだけたくさんのものが入る、漫画も数百冊ぐらいで、小説だともうそれ以上入れられるので、それでこれ1つで8ギガなんですができるので、これだけのものを持たなくても済む。しかもこれ一つあれば旅行先や
ちょっと待ち時間が多いところでもいろんな本を選ぶことができるので、多読する人や併読する人にはおすすめではないでしょうか。またこちらも付箋のような役割があったりとかするので、ここが読みたいとかいうときはそこに線を引いたりとかすることも可能です。こんな風に目次なんかもあるので、そこから飛ぶこともできます。で、文字の大きさもこんな感じで変更することが可能です。小さくしたり大きくしたりできるので、文字が小さくて本なかなか読めないという方にはかなり大きいメリットではないでしょうか。それからこれは Kindle だけのメリットかもしれないんですが、 Kindle Unlimited を利用できるところです。 Amazon ユーザーの人はぜひ利用していただきたいんですけれども、 Amazon プライムの方でもリーディングで楽しめるんですが、ぜひ Amazon プライムの会員の方や Kindle を使っている方は Unlimited を使ってほしいんですが、結構な数、何百冊何千冊っていう本を無料で読むことができます。プライムの方だったら月額500円、Unlimited の方だったら月額980円、今だったらキャンペーンで3ヶ月199円だったりするのでおすすめです。本だけじゃなくて実用書や雑誌なんかも読めるので、雑誌が読みたいという主婦の方や学生さん、雑誌が読みたいという方にかなりおすすめなサービスではないでしょうか。で、 Kindle Unlimited の方がリーディングの方よりもやっぱり読める幅が広いので、がっつり読書をしたい、無料で読みたいという方は Unlimited の方をおすすめします。しかしこちらにもデメリットがあります。かなり充電持つんですよね。私これ1ヶ月ぐらい充電してないんですけれど、まだ 63% あります。なのでかなり持ちはいいんですが、やはり充電の必要性があること、それから先ほど紙の本のメリットでお話ししたように、デジタルデバイスだと記憶の定着率がやっぱりちょっと落ちてしまうということですね。この2つは結構大きなデメリットかなと思います。ただちょっと紙の本より安く買えるので、 10% ぐらい1、2ヶ月経つと安くなるので、それもメリットかなと思います。3番目のデメリットとしては、やはり紙の本に親しんでいた人たちにとって最初はかなり読みにくかったり抵抗があったり、こう読了後の満足感っていうのがないのかなと思います。人によって使い分けるっていうのありだと思うんですよね。私はこちらは自分が絶対持ち運びたい、出先で読みたい本なんかを買って入れています。またかなりの関数になっている漫画、最近読みたくなった漫画などはもうこちらで買うようにしています。それから実用書なんかはこっちの紙の本が多いかなと思います。それから実用書や今までコレクションしていた小説はこっちで買って、で出先で持ち歩きたかったり、これから買う気軽に読みたいコミックエッセイや漫画なんかはこちらで買うようにしています。結構コミックエッセイはアンリミテッドで読めたりするので、元を取ってるかなと思っています。ぜひ雑誌を結構読む人やコミックエッセイ読む人はこちらの Kindle Unlimited おすすめです。ご自身の生活スタイルや考え方、読書形式によって使い分けてみるのはいかがでしょうか。ここまでのご視聴ありがとうございました。このチャンネルが良かったよという方は、チャンネル登録、高評価、コメントなんかもお願いいたします。皆さんの素敵な読書ライフの助けとなれたら嬉しいです。